独協中学校、高等学校は、東京都文京区関口三丁目に所在する、私立男子中学校、高等学校、完全中高一貫校である。明治時代に設立されていた、ドイツ学協会学校を母体に2883年、設立される。近代日本の医学はドイツを手本としており、そのため数多くの医学の党を輩出しており、設立時から現在に至るまで、 医学部系の進学率が比較的高い。ドイツ語を中心に教育を進めてきたため、明治から大正にかけて、ドイツ学協会学校第一高等学校、東京帝国大学の順に進学するのがエリートコースの一つであった。しかし、第一次世界大戦でドイツが敗れると、ドイツ語を学ぶ生徒が激減し、昭和初期には経営環境が非常に厳しくなった。 日独位三国同盟成立の影響で若干の人気回復を果たすが第二次世界大戦後は廃校の危機に直面した GHQ に対しては独協とはドイツ学協会の略ではなく独立協和の略であると苦しい弁明をしたほどであったその危機を救ったのは第13代校長で同校 OB である天野定帝優であった独協学園は 創立130年を経て、同校では医学界において900名を超える同窓生が一堂に返す機会を設けている。医学界に多くの人材を輩出した、独協学園の同窓の医師の親睦を図り、同校のさらなる発展に寄与するために、独協学園ドクターズクラブを発足させている。心構えは正しく、体は健康、知性に照らされた。 全員死と豊かな情操とを持つ、気品のある人間の育成を目指す。これがためには、すべての生徒に、それぞれ人間としての自信と教示とを抱かしめ、各自の天文を開発し、その長所を培養する。多実社会に出ては、日々の生活に感謝と喜びとを見出し、勤勉努力して社会に奉仕し、広く文化の創造に寄与する人間となることを期待するわけである。 教育愛こそ本学園の情熱であり、人間教育こそ本学園の精神である。生徒の自主性を重んじる校風であり、学内には一人、数との考え方を重んじる自由な空気がある。生徒と担任の教師やそれぞれの科目を担当する、教師との距離が近く、様々な事柄について、相談をしやすい環境が整っている。試験期間を除けば、教員室への出入りも自由である。 また、伝統的に本校の生徒は、高校1年の時から、ドイツ語を外国語として選択することが可能である。以前は、大学入試の際にドイツ語を選択する生徒もいた。ものの、ドイツ語コースがない上、英語が全員必修科目のために現在では、ほとんどいない。また、ドイツ連邦共和国政府が定めるドイツ語、教育枠組パスク加盟しており、 ドイツ政府の定めているプログラム参加生もいるが、校舎も毎年いるわけではない。この学校においては、中学校の第1学年及び第2学年の前期2年間を第1ブロック、中学校第3学年及び高等学校第1、学年の中期2年間を第2ブロック、高等学校の第2学年及び第3学年の後期2年間を第3ブロックに区分する。 二から二から二世を採用している。校舎は教室が設置されている本校舎と小道を挟んだ向かい側にあるスポーツ設備を備えた、独協学園100周年記念体育館の二つに分かれている。現在の本校舎は地上5階、地下1階建て、モダンな構造で1998年に落成した。設計コンセプトは光と風と緑の創造空間で、 オーディオテクニカ本社などのデザインを手掛けた赤坂危険が設計。日本建築学会作品選奨に選定された。校舎は物質棟とともに中庭グラウンドを囲む形で建てられており、大地という地形から新宿福都市にや東京スカイツリーなどが望める。ガラスを多く取り入れた設計で間口を設けられるフリースペースや階段、 上層階の廊下などを可能な限りガラス張りとしたほか、その玉戸が設けられない部分にも吹き抜けを設置、教室にも酸が少ない大型ガラスが使用されているほか、細長い窓を設置して、間接照明風にするなどの工夫を凝らすなど、光を利用した最高性の高い校舎である。すべての教室に、全自動空調、全熱交換換気システムを採用し、 フロア内で天井裏の配管などを数箇所にまとめることにより、天井を高くすることで高い居住性を確保している。生物室、化学室、物理室、地下理科室の4つの理科室が設置され、大学で使用される器具を多く取り扱うなど、高いレベルの学習環境を実現した。100周年記念体育館は1983年に落成。敷地が 急坂に面しているという独特の地形を生かし、土地の有効活用という面から体育館は地下に設置されており、体育館屋上部分が運動場となっている。体育館内にはアーチリー場、トレーニングルーム、柔道場、シャワールームなどが設置されている。また周囲にドライエリア、天窓を設置し、室内には空調設備、大型換気扇を導入することで、 地下体育館での最高通風のデメリットを解消している。一部の学年の教室には、備え付けのプロジェクターがある。独協大学、独協医科大学への推薦枠があるが、他大学進学希望者が多く、進む学校の要素が強い。ただし近年は、独協大学への進学する、卒業生も増加している。21年度の一般入試の合格先として、独協大学は、 日本大学、明治大学、東京農業大学、東京理科大学、中央大学、法政大学に次いで7番目に多い。独協医科大学への一般入試合格者数も21年度の医学部医学科合格先としては最も多く、推薦枠の利用も増加傾向である。他に医療系大学への推薦枠としては21年、現在。 東京理科大学薬学部、東京薬科大学、北里大学医学部、聖マリアンナ医科大学などがある。2019年の時点で30の部活4個の同好会がある。同好会は同学年有志が作ることが多く、数年で廃部や自然消滅となることが多い。また、部活に入らない生徒の増加、低学年化が進み廃部になったり、 配部の危機に瀕している部活も少なくない。学校の管理上、部活動を中学と高校で分けているのは、サッカー部と野球部のみだが、部活動によっては、中学と高校で異なる活動をしていることもある。北白川の宮吉久新能政治、行政、経済学者文化、ありがとうございます。